じゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。一人から二人になったよね。久しぶりな感じは私だけですが。はい、そうだな。はい。はい、ということで、はい、連休真っ只中。なあ。はい、ゴールデンウィークも。うん、もう終わりますけれども、もう終わるね、はい、はい、あ、まだ続く人もいらっしゃるみたいですね。そう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 、うん、まあ一区切りというところで、うん、まあ一区切りっていうか、もう8日までは試合があるからね、うん、だからまあ選手はもう大変だよ、やっぱゴールデンウィークはやっぱり現役の頃もやっぱ大変でしたか。いや大変だよ、やっぱね、体力的にきつくなる。まあ前半寒かったからさ、うん、まだ体力的には良かったかもわかんないけど、はい、ここのとこちょっと気温が上がってきてるじゃない。もう寒暖の差が結構寒いか暖かいかって分かれてるから、うん、多分そこのコンディション調整が難しいですか。難しい。それと、うん、やっぱデイゲームからナイターになる、ナイターからデイゲームになるとかさ、うん、はい、まあそういうこともあるし、うん、それによってミスが多いのってそうおじさん猫も言ってます。そうそう、ミスが多いんだよ。はい、ね、まあとりあえず3連戦を振り返るということで、はい、まあ、ちょっとやっていきたいと思います。はい、ではまずセリーグから、はい、結果はどこのカードも2勝1敗という勝敗で、はい、ね、はい、広島ヤクルト DeNA が勝ち越しました、うん、ただね、この2勝1敗でも全体的な話からちょっと言うと、はい、1勝とりあえずできたっていうような、うん、それもうギリギリでできたみたいな、そういう勝利なんだよね、どこのチームも。なるほど、巨人、阪神、中日ということですか。そう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 、はい、でね、とりあえず本当だったらうまくいけば全部が3連勝できているような、うん、なるほど、そういうカードだったんだけどね。まず広島巨人から、はい、広島、まあ、総攻撃というか、うん、若手を使ってね、ゴールデンウィーク中、はい、で矢野とか中村とか、うん、いろいろ新しい子を使って、その子たちが活躍してもぎ取った一勝があるし、はい、アンダーソンだっけ、うん、昨日投げたね、はい、そのピッチャーが好投したという、はい、アンダーソンは使えるなっていうふうに思ったしね、うん、で小園もこの1戦目の時に、うん、3本打ったりとかして復調、はい、の兆しはあったんだけども、うん、その後の2試合が続かなかったということで、うん、まだ心配は継続中、はい、うん、だけどこの広島の中に外国人の中継ぎ、うん、はい、ターリーと、ターリーね、はい、これがねちょっと中継ぎ陣が崩壊しそうだったんだよ、うん、だけどそのターリーという人が、はい、新外国人が、はい、こう救世主になってくれると、うん、広島はこの今2位という地に位置にいるけども、うん、なんかこうキープしていきそうな、うん、そんな気配がするね。なるほど、中崎が落ちちゃったしさ、このカードからね、はい、だから誰を持っていくのか、もうちょっと前から中崎投手はね、豊さんちょっと危ないぞっていう話があったのですが、うんうん、はい、だから広島はすごく3連勝できたんだけどね、うん、だけどまあ惜しい、星を、まあ、いっぱいしたというね、うん、はい、まあ、そういう3連戦でした、はい、で巨人、うん、巨人はやっぱり坂本、はい、ちょっとね、うん、3戦目には吉川、うん、はい、デッドボールで離脱ということ、うん、そうですね、でピッチャーに至っては菅野がいない、菅野投手もそうちょっと心配な今チーム状態ですね。で初戦に投げた赤星、はい、12失点、そうです、ちょっとめった打ちのような状態になったんだけどもさ、はい、まあ、これがちょっと怖いところで、うん、若い選手のね、はい、やっぱこう技術がないからまだね、うん、そこまで、うん、だからそのかわし方術をさ、うん、なかなかわからないというか、うん、だからその疲れたまんまの投球が出てしまって初戦を落とすという、はい、ただその2戦目に巨人は勝利をしたんだけどもさ、はい、まあ、岡本がね、うん、同点スリーランを打ち、中島がタイムリーを打ちって、うん、やっぱり4番とベテランがやっぱ今はチームを支えなきゃいけないかなっていうような、うん、そんな感じもしたよね。エラーがとにかく多い、はい、初戦でも4失策、はい、それが引き金にやっぱもう失点をどんどん重ねていくというようなことだったんだけども、この3連戦見てもやっぱ失策が多いね。だから巨人っていうのはさ本来守りのいいチームなんだよ、はい、だそれが崩壊してるというところが、うん、ちょっと主力が離脱したっていう関係もあるけども、はい、なんかちょっと不安な面だねここら辺がね、うん、
それとセンターラインがいなくなっちゃったんだよ、うん、吉川と坂本っていうのが、うんうんうん、これは巨人にとってはすごくマイナスになる、うん、だこれからが正念場かな。そうですね、うん、またタイミングがね、あの同タイミングにセンターラインいなくなるとか、まあ、坂本選手は昨シーズンも離脱した後っていうのはやっぱ巨人チームがタタタッとなった時があったので、ちょっと心配ですかね。だいぶ心配だな、うん、だいぶ心配。ただその中でもさ、はい、エラーが多い中でも萎縮するかなと思ったら勝木がさ、うん、いいプレー見せたりだとか、はい、戸郷がねセーフティーバンドを素早く取ってアウトにするとか、うん、いいプレーもあるんだよ、はい、いいプレーもあるんだけども、なんか全体的なミスが多いし、チームのバランスが今一番悪いような状態になってきてるよね。だから今後やっぱ巨人は心配だなっていうふうに思う、はい、で阪神ヤクルト、はい、阪神の方は絶好調で甲子園に入ったの、はい、うわーもう地元に絶好調で入れる、うん、2試合連続完封だもん負け、はい、これはねやっぱ佐藤と大山を打たないと、うん、やっぱどうしようもない、うん、だからもう明確なんだよね、はい、うん、ただ3戦目勝つんだけどさ、はい、その時に近本が3本打ったりだとか、うん、まあ、中野も良かったりだとか、はい、その中に佐藤がちょっと絡んでくれたりだとか、はい、まあ、して、最後サヨナラのね押し出しで勝つわけだけどもさ、はい、やっぱ西勇輝とかさ、うん、そういったピッチャー、まあ、秋山もそうだけど、うん、投げた時にはやっぱ勝てないとさ、うん、やっぱ連敗にもなるし、チームの士気っていうのは上がってこないよね、はい、だからまあバッティングのことばっかりだけどもさ、うん、やっぱそういうなんていうの、エース級が投げた時には必ず勝つというようなね、うん、信念を持って、まあ、戦ってるとは思うけど、はい、なんかこう勝てないっていうところが、せっかく来たかなと思うその勢いを止めてしまうような結果になるよね、うんうん、なるほど、うん、はい、でヤクルト、はい、ヤクルトの方はさ、うん、1戦目小川が完封した、はい、ね、今季初勝利かな、うん、で2戦目はベテラン石川が勝つ、うん、ね、その裏に中村が戻ってきた、はい、やっとね、そうですね、やっぱね内山とか松本とか、うん、小川とか、うん、いいキャッチャー、本当にいい素材のキャッチャーいるけども、はい、やっぱ中村が座ると一味違う、やっぱ存在感を見せた3連戦だったよ、うん、それもものすごいピンチの時に小川に5球連続かなインサイド行ったんだよね佐藤に、これ一発のあるバッターだから間違えたら怖いと思うんだけどもさ、はい、もうそろそろ外かな、もうそろそろ外かなって言ったところを全部インサイド行った、うん、それでサードフライだったかな、はい、打ち取ったんだけどもさ、いや見事だね、うん、やっぱあれはね経験してないしてないとできないリードを中村がやってくる、やはり昨シーズン1年間通して日本一になるまでのマスクをかぶっていたっていう経験は大きいですか、大きいな、やっぱそういう経験、それとやっぱりこう日本一になったというさ、うん、もう度胸も座ってるよね、うん、うん、だからまあそこら辺はやっぱ中村が戻ってきた、まあ、6番に入るとかさ、うん、そうなってくるとやっぱこうヤクルトがこれから徐々にだけどちょっと上げてくるかなっていうふうに思えた3連戦だったよね、うんうん、なるほど、はい、うん、DeNA 対中日、はい、ね、DeNA、まあ、初戦はミス絡みで、うん、星を落としたんだけどもさ、はい、で打線もつながらない、うん、どうしたんだっていうような感じはあったんだけどもさ、はい、2戦目以降ね連勝したんだけど、うん、まあホームランも出るし、うん、打線もつながるし、で桑原を外したんだよね1番から調子の悪い、はい、ずっと我慢して使ってたんだけど、うん、桑原をやっとこう外したよね、うん、そしたらこう打線が機能し始めた、うん、うん、このままでは桑原黙ってられないとは思うんだけども、はい、桑原頑張れという、はい、ただこう入江がね8勝利を上げると か、うん、だから明るいニュースがあった3連戦だよね、はい、うん、でバッティングもそのホームランが今季初ホームランがポンポン出たしさ、はい、だからこれからやっぱこう DeNA が少しずつだけども上がってくるといいな、まあ、やっぱり DeNA は打って勝っていかなきゃというところがありますね。そうそう、うん、それとキャッチャーの峰井と飛ばし屋がホームラン打ったんだよこのカードで、はい、だからそういう意味ではキャッチャーも乗ってきてるかなっていうような、はい、キャッチャーがやっぱこういいリードでね、うん、乗せてやらないと、うん、でまあ大貫も勝ったし、はい、これからこうちょっと落ち着いてくるかなっていうような、うん、そんな感じのする3連戦だった、は
い、はい、中日、はい、立浪監督がイライラし始めたな。ちょっとね、ここのところ2戦目の時かな、強打を、うん、強打がエラーしたんだよね、はい、でそしたらもうすぐ代打を送って、ね、強制送還、う、ね、もうお前帰れって、はい、やっぱ厳しさを見せてきてるよ、うんうん、それがうまい具合に回ればいいけどね。そうですね、うん、今までなんかのこう中日を見てるとのびのびっていう感じがしてたじゃん、うん、あ、立浪監督いや厳しいっていうふうに言われたのに、はい、なんかのびのびしてるぞっていうふうな感じを受けてたんだけど、ね、うん、キャンプの時とはなんかちょっと雰囲気が違ったなって変わってきたよね、思ってましたね、うんうん、だからそういう意味ではこう本来の立浪のその勝負根性、うんうん、が出てきた3連戦かなという、うん、そういう気がする、はい、それとやっぱ中日を見てるとね、うん、バンテリンドームでは防御率がすごくいいんだよ、はい、でバンテリンドーム以外、うん、他の球場行くとその防御率が1点以上跳ね上がるんだよね、うん、だからここら辺を、まあ、中日の投手陣はいいって言われながら、はい、そういう風な事態になってくると、はい、ちょっと今後困るね。やっぱ他球場行っても、はい、投げれるような、うん、そういう状態を保っていかないといけないということだよね。まあ中日の投手陣がどういうふうに成長するのか、はい、これはよしみの動画を、俺が出してる動画を見てくれると分かると思うよ、ね、あのピッチャーのそう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 、ね、お話が、そうそう、よしみというね、はい、中日のエースだった人が語ってくれてるからね、うん、はい、まあ、ぜひ見てください。好機を逃すな、はい、ね、これはどういうことかというと、うん、巨人が一番この5球団の中でおそらく一番バランスが悪くなってるよ今、うん、はい、で勝つことに対して非常に苦しんでる、はい、そうなってくるとやっぱ後の5球団っていうのはここ好機なんだよね、うん、一気に差を詰めるという意味では、そういう意味の好機ですね。そうそう、はい、あ、巨人が今、うん、これ坂本と菅野が戻ってきたり吉川が戻ってくる、そうなってくるとやっぱ盤石になってくるよ、また、うん、今だよ叩けるのは。好機を逃すな、ね、はい、セ・リーグの5球団巨人を追走しろと、はい、いうことで、書きました。以上セ・リーグで、セ・リーグでした、はい、はい、続きまして、で続いてパ・リーグ、はい、楽天、西武、ソフトバンク勝ち越しで、そうだ、ね、楽天とソフトバンクは3連勝ということですね、はい、はい、まあ日本ハムから行くけども、はい、まあ、加藤が投げたら接戦で負ける、うん、ね、伊藤大海も負ける、うん、もうそうなってくると勝てるピッチャーがいなくなる、はい、で噂も勝てないでしょ、うん、うん、それでやっぱりミスが多すぎる、だからやっぱ勝てないよね。でもその中でやっぱホームランが多いんだわ。それはなんかこう始まってからずっとそんな感じですよね。そうだね、うん、で3戦目なんか清宮が2打席連続ホームランを打つとかね、うんうんうん、活躍を見せてなんかこう明るいんだけど、うん、でもそれが勝ちにつながらないと、そうですよね、やっぱ乗っていけないよね、うん、だって岸から2打席連続って自信になるよ、うん、だけどこれが勝ちにつながってそれが1本が決勝ホームランっていう風になってくるとさ、やっぱ彼も乗っていけるんだろうけどさ、ね、あとねやっぱ負けてる時にねあんまりねヒットを打ったホームランを打った喜ばない方がいいね。やっぱ試合はお客さんのためにあって、はい、勝利を届けるために戦ってるっていう意識を、はい、もう少し持った方がいいと思う。うん、だから井なんかの変わらずで、はい、なんかこうチームだけが喜んでて、もう内輪で喜んでる、そうファンは喜んでないよ、うん、勝ってないんだもん。ただその個人の喜びだけで喜ばない、やっぱチームが勝って喜ぼうよ、じゃないと見に来てくれなくなる、うん、お客さんがね、はい、だからそこら辺は俺は危険だなって思った。うん、ただみんな一生懸命やってるよ、はい、一生懸命やってるし戦う姿勢そういったものはすごくいいんだけどさ、はい、ただその野手の中で大黒柱の近藤が怪我するとか、そうでしたね、うん、2ヶ月かかるっていうような状態でね、はい、だから今後もっと厳しい戦いを強いられるけども、はい、逆に言えばチャンスもあるということ若手にね。そうですね、うん、まあビッグボスはチャンスをどんどん上げてるけどね、はい、でもよりつかむチャンスは日本ハムの方にあるから、ビッグボスの時にレギュラーになったらスターになれるというふうに思って、うん、やっぱ戦ってほしいなって思うよね、はい、はい、こう主力選手が怪我などで離脱した時にこう他の若手選手だったり
今まであまり出る機会なかった選手が活躍するっていうケースはよく、よくある、ありますよね、うん、そういったことでチームの流れも変わってきたりしますよね。だからこれいいんじゃ、こっちの方がいいんじゃないかっていうような活躍をしてくれる選手がいるからさそうですよね。あ、だから魅力のある選手はたくさんいるからね、はい、だから勝つために頑張ってほしいなと思うね、はいはい、楽天、楽天、はい、絶好調、そうですね、都合7連勝、はい、ね、田中マー君がピシッといけば、うん、それに刺激された涌井がピシッといく、うん、で岸が投げる、ね、前半ポンポンとホームラン打たれた、はい、でも余裕があるんだよね、表情に。いや、打線が打ってくれるからこのまま我慢しておけば絶対ひっくり返してくれるっていうような、うん、そんな表情に見えたんだよね今日、うん、だから歯車ががっちり合ってんのが楽天。なるほど、うん、あのね、隙がない。それピッチャー打たれることだってあるよね、うん、あるけども、だけどそれをやっぱみんなでカバーをする、しようとする今チームに力があるわ。やっぱ相変わらず西川とか浅村いいしね、うん、だからそこから勢いをパパンと持って、なんかすごくいい戦いをしてるなっていうふうに思うよね、うん、はい、で西武とロッテ、佐藤君が勝ちました1戦目に。そうですね、よかったよ、ルーキーがね、うん、一生懸命投げて、はい、ね、山川がホームランを打ってくれて、相変わらず山川選手、山川の表情を見てると ね、 ね、全部が失敗したら全部が打ち損じみたいな顔になってるもんねいや、これもホームランできた、あ、これも失敗しちゃったみたいな、あ、今度は捉えたって、はい、でもね、ものすごい技術のあるホームランも打ってるね、今年。いや、もうたまたま見てた試合で、あ、これはファールかフェンス越えないなと思うようなのが、そう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 、ホームランになってたりとかもして、びっくりしました。だ、うん、だから技術的にもすごく上がってきてる、はい、だろうし、で、うん、おかわり君がこの3連戦の中でホームラン打ったんだよね、うん、はい、あのなんかおかわり君がここまで1本ホームランなかったんだからなんかもうね、泣くことを忘れた鳥みたいになっちゃってるだから、ね、これ1本出たっていうことはこれからいい効果が出てくるかなっていうふうに思うよ、うんうん、そうですね、うん、山川選手とはなんかちょっと雰囲気が全然違う感じで言いましたから、なんとなく見ていてもでね、はい、与座が、はい、今日好投したんだよね、うん、それを受けたら、あの古賀っていうキャッチャーがいるんだけど、はい、これが俺の後輩で中央の、うん、はい、心配で見てたんだけどさ、うん、技術的に高いもん持ってんな、うん、キャッチングとか、はい、だからこれはなんかいいキャッチャーがまた一人出てきたよ、うん、ルーキーで。なかなかこうね、投手王国というか、うん、ピッチャーに注目されがちで、うん、その中のキャッチャーはすごく重要だと思うので。いや、それさ、うん、やっぱさ、投げ手が優秀でも、うん、あの受け手が優秀じゃなかったら、ね、うん、全然それは目立たないわけよ、うん、だけどあの受け手がね、良くなってきてるから、うん、あの非常に西武、これからおかわり君もホームラン打った、山川絶好調、はい、これは多分ね、ちょっと続くと思うよ、西武は。ねえ、うん、もうなんかちょっとピッチャー陣勝てない心配だよっていう話が少し前にあったんですが、うん、ちょっとそこをカバーしてくるというか、あ、もう様相が変わってきてる。そうですね、うん、はい、ロッテ、はい、ロッテはやっぱ打てない、ちょっと心配ですね、ロッテ、うん、小島がね、いい投球しても打てないんじゃ勝てないよ。うん、うん、それと、まあ、佐藤俊也、はい、まあ、4番打ってるけど、うん、彼は一生懸命やってるよ、はい、やってるけど彼がやっぱり4番だときついわ。ものすごくね、あの先制タイムリー打ったりだとか、うん、いろいろやってくれてるんだよ、はい、でも本来なら6番とか7番を打ってすごく厚みが出るっていう打線だからさ、うん、やっぱ両外国人、はい、マーティン・レアード、うん、それと荻野がなんかちょっと脇腹かなんか筋肉系の怪我、うん、で角中、はい、こういった人たちが待たれるね、待ち遠しいね、うん、そうじゃないとね、やっぱ粘っこいロッテの本来の打線に戻らない、うん、やっぱ見てると淡白だもん、うん、昨年まではすごい粘っこいチームで、はい、大きいのはないんだけど足も絡めるし、うん、いやらしいチームだったのが、うん、今ものすごく淡白になってる、うん、ということは非常に危険な状態に今ずっとあるっていうことだから、うん、早くこれを打開しないと、うん、ロッテは今シーズン上に行けなくなるよね、うん、可能性がある。なるほど、うん、ソフトバンク柳田見事、
はい、山本から満塁ホームランとか。そうです、そのね、うん、もうその打席もかなり粘って球数を投げさせ、そうだね、すごいホームランでしたね、うん、はい、よく見てるね。はい、ポイントは見てます。ちゃんとで、ね、ソフトバンク柳田が、ね、うん、選手点に絡む率が高くなってきてる、ね、うん、まあ、昨日でもゲッツー崩れ、はい、それで選手点を取ってる、うん、崩れなんだけども、はい、やっぱりそういうふうな打撃ができるということ、はい、満塁ホームランも打てるし、うん、ね、だから非常に柳田が乗ってきたということ、うん、ここが大きいよね。そうですね、うん、それと相手がミスをしてくれる、うん、そこの部分を逃さなくなってくる、生かせるということですか、はい、一気かせれにゲームを決めにいける、うん、そういった強みが出てきてるね、うん、それとモイネロが安定した、ああよかったです、この前ひっくり返されたけどなだけどあの安定してきた、はい、だからまあちょっとあの打線の組み方だとか、うん、じゃないそれを考えないと打線は流れないんじゃないかっていうふうに言ってたんだけど、はい、やっぱり柳田が流れるようにしてくれたね、うんうん、だから上林も非常にいい活躍もあったし、はい、非常に収穫の多い3連戦だったよね、はい、でオリックス、はい、オリックスは山本真翔、これはちょっと驚きましたね、7失点ちょっとあの山本投手、昨シーズンはもう誰も打てないっていうような、誰も点が取れないようなピッチャーでしたが、今年どうでしょう。やっぱね、相当疲れが溜まってるのと、うん、俺が東京ドームで解説した時の日本ハム戦に投げたんだけどさ、うん、はい、結局2対2で降りて勝ち負けつかなかったんだけど、ね、はい、その内容でもあんまり良くないもん、まっすぐも走ってないし、うん、山本が打たれた後に膝に手を当てて、うん、ね、打たれた方向を見てる姿っていうのは、うん、俺初めてじゃないかな見たの。そのぐらいやっぱり疲労度が溜まってる。故障じゃなければいいけどね。オリックスの方は、うん、やっぱ宮城が勝てないと山本がいない。でも宮城がまだ残ってるから、うん、宮城が勝てないと、うん、あの苦しい。なるほど。で宮城がなかなか勝てないということ、うん、それと外国人ワゲスパック投手、うん、はい、このピッチャーは勝てる投手なんだよね、はい、うんうん、だからやっぱそこでは絶対勝たないといけないということ、うん、はい、もう連敗続いてる、うん、で打者では吉田正尚一人の状態になってる、うん、はい、また元のオリックスに戻りつつあるということを考えれば非常に怖い今のチーム状態がね、うん、だから早くそれを打開するにはやっぱ宮城とワックスパック、はい、ワゲスパックが投げた時には必ず勝つということね、うん、じゃないと連敗が止まらなくなるよ。これ山本投手は今後どうでしょうね、うん、一回飛ばしたぐらいで戻ってきてくれればいいけどさ、うん、ね、ここはすごく重要なポイントになってきますよ ね、 いや本当、うん、もう最重要だよ。そうです、ローテーションもどうなってくるんでしょうか。う、連敗してても山本が止めたら、うん、その後また流れるようになるから、そのピッチャーがいない、はい、で山岡とかもいるけどもね、はい、山岡も故障明けだから、うん、ね、無理もさせられない、うんうん、だからやっぱこう頑張ってほしいな、ね、山本早く戻ってきてほしいね、はい、プロ野球のためにもファンのためにも ね、うん、ね、はい、西武とソフトバンクに期待、はい、ということは、うん、楽天が走り出した、はい、ね、でロッテ、オリックス、日本ハムには、はい、今だよ、現段階では追う力はない。楽天を期待は西武とソフトバンク、はい、しか追えない。他の3球団のために引っ張っとけとは言わないけども、自分たちのために頑張れって言いたいけど行かないようにそうそう抑えとけと、そうそう、あの頑張ってほしいけど、はい、でもこの2チームだけだね今ね、うん、この楽天と対等に戦える状態にあるのは、うん、戦えなかったらもう楽天走っちゃうから、はい、勢い的には西武ソフトバンクのチーム状態ってすごくよく見えてますけど、いい、うん、もう今そこで尻尾を捕まえとかないと楽天の、いや大変なことになる、はい、で楽天はもう開幕してからずっと同じペースで走ってきてる。その中でも好調なのは西川が、あの開幕時よりもさらに良くなったということ、はい、浅村も上がってきたということ、うん、それを考えるととてもじゃないけどこの2チームが頑張らないと止められないよっていうこと、うん、はい、はい、
ということの期待ですね。はい、で、やっぱり、ね、全体的にね、うん、感じるのは、はい、まあ言ったけど、やっぱミスが多いなって、うん、やっぱりミスが多いと、昨日のオリックス戦、ソフトバンクとオリックス戦でもさ、はい、相当なミスが出てる。うん、これまあチームが勝てないから焦りだというふうに思うけど、うん、他のチームもあるよ、もちろんね。はい、でもミスが目立ってる。うん、ね、まあこれが、ゴールデンウィークの疲れなのか、それだけだったらいいけどね。でも疲れたからってミスしちゃいけないし、うん、でもう一度そこら辺を緊張感を持って戦ってほしいなっていうふうに思います。はい。はい、これがもうちょっと全体的な感じですか。そう。うん、明日は？あ、今日は？今日は？佐々木朗希が投げるけど、ね、打てないんじゃ勝てないからね。そうですね。うん、もう今ロッテは佐々木朗希投手で。大にぎわいというか、いや大にぎわいはいいんだけどさ、うん、もうそこは絶対にみんな盛り立ててチーム勝利しないとですね。そうだね、うん、はい、はい、まあ、そういう3連戦でした。はい。